次は誰だ？あれ？話が変わった。ナラ君、あなたはボロボロになっても私を守ってくれます。全くボロボロになってないな。それはどうしてですか？あなたが私の友達だからですか？自分はカグラ様の友達などではありません。じゃあ何ですか？ではどうして私を？代々カグラ様を守る家に自分は生まれました。理由はそれだけです。そうなんですか。なんだか寂しい気がします。カグラ様は力を取り戻すことだけを考えてください。赤玉を一つでも多く食べて早く次の覚醒を迎えてもらわないと。次の覚醒もあるのか。はい、わかりました。これ以上覚醒すると、妖魔と忍び学生たちがやってくるようです。いや、何も言わないぞ。隠れましょう。隠れるのか。あれ、メンバーがおかしくなった。ヨミさん、準備はいいですか？なぜこの二人になった？鈴音先生たちに修行をしてもらって、私たちは息の合った戦いができるようになりました。いや、二人全然修行してないよな。ええ、私たちなら互いに深く理解し合えるのではないでしょうか。それ勝つねえじゃないのか。いいえ、それは無理というもの。抜け人と善人では立場が違いすぎます。持つ者と持たざる者の間に流れる川は広く深く淀んでいます。それゆえに渡ることは不可能なのです。じゃあなんだよ。ヨミさん、ですが目的が同じである以上は共闘いたします。あくまでも一時的にですが。わかりました。仲良くなればよかったのに。それじゃ勝てないぞ。また妖魔衆とかいうやつ。ヨミさん、聞きますよ。待ってくださいまし。まだもやしのお世話が終わってない。いいから行きますよ。行きますか。任務開始。また雑魚敵いっぱい来た。けなんかいっぱい湧いてる。またレベル上がった。湧きまくってる。こいつら一匹倒すと500万円だぞ。500万円がもらえるぞ。何この爆弾。爆発した。爆弾が爆発した。次は何だった。でっかいのがあった。うわ、なんじゃそのダメージ。おかしいだろ。おかしい。忍び転身。びっくりだわ。止められません。ちょさらにダメージなんか受けてる。おかしい。一式ごっつおかしいダメージ受けたね。もう一回一式ダメージがおかしい。お、一匹終わった。ダメージ一発で半分。おい、何そのダメージ。一式入れ替わっとこ。いい、怖い。落ちた。爆弾がある。何これ、蝶々。爆弾だらけ。いただきました。爆発した。どこ行った。どこ行ってんの。来た。え、お、空中にいた。まだ下に落ちた。めっちゃアイテムがあった。アイテムがめっちゃあった。どれ一つ取れずに。何を取った。アイテムが全く取れなかった。8座と9座。またお前らか。とりあえず変身しとこ。変身から当たってない。誰一人当たってない。何が？息が合うのか。そうか。お嬢様。お嬢様。
なぜお嬢様だからな。お嬢様、はい、最近かっこいい。私たちが和解できる術はないのでしょうか。あるわ、いっぱいあるさ。レベル2入れ替え、入れ替え、入れ替え。何された、僕はどボコボコ弱いぞ。なんかこれ式強い、空中攻撃強い、見てやばい。ひぃ、どこ行った、走るか、二人でこの攻撃が強いぞ。ドババババドン、さらにここから繋げていく。あれ、どうされた、危ない。何してる、なんか飛び道具やってたな。よろしき、あれ、もう一体終わったな、消えたぞ、一体。消費だ、溜まるごとに使っていく。ドドドドドドド、課金。まだ一人おるじゃん、どこに行った、行った行った、寄ってる。うわ、やばいやばい、あ、ちゃうんか、びっくりした。いけいけ、お嬢様、クリ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 、全然減らない。そうそう、マックス、入れ替わっとこ、入れ替わっといて、体力がなくなったら回復すると。うわうわ、俺裏上がった。さあ行け、削ってしまえ。決まってんな、いいコンビじゃないか。こけてるこけてる、沸騰されてる。レベル3、くるくるくる、あれ当たってない、どこ行った、当てない、もうちょっと、終わった、終わったかな。もう一人どこ行ったんだ、なんか結構楽に倒したな。やりましたわ、来ましたわ。勝ちました。私たちの勝利です。8とか9とかだからな。弱いわ。お嬢様、あなたが持たせるものだったら、私と立場が同じだったら。別にいいじゃないか、それくらい。私はもっと素直になれたはずなのに。ヨミさん。来た。何を浮かない顔で喧嘩をしているのだ。兄者、お兄様。さすがお兄様。お兄様、どうしてここに。6位の人じゃないか。なめるな、なめるなよ妹よ。何このテンション、なんだこのテンションは。京都といえば修学旅行のメッカ、そしてこの村雨は中学3年の修学旅行を腹痛で欠席している。クソじゃないか。つまりこれはリベンジ、青春の置き土産を取り戻しに来たリベンジ。妹よ、今の俺は京都を一人で満喫する気満々だ。大丈夫かよ。なるほど、理解しました。さすがはお兄様、その不屈の精神見習いたく思います。さすがお兄様、いただきました、さそうに。わかればいい、わかれば。さて、まずは映画村に行って忍者のコスプレでも楽しむとするか。こんなお兄様は嫌だな。ん、なんか踏みつぶしたような気がしたもん。犬の糞、それは赤玉です。赤玉ですか。神楽が怒るぞ。あ、赤玉が、赤玉が、なんなんだあのバカは。その踏んだ赤玉食べていいのよ。
終わった。レベルだいぶ上がったからな。当然の評価ですね。12ぐらいになった。これも修行の成果です。12、ヨミさんは10。